ゆうとび、本日の動画はこちらでございます。のび太機が撮りたーい、ということで早速撮っていきましょう。はい、ということで珍しく家から始めてみようと思ったゆうとびでございます。皆さんおはようございます。今回はですね、のび太機という野鳥をね、撮りに行きたいなと思います。見たことも撮ったこともございません。のび太機、皆さんご存知でしょうか。のび太機のみいるヒタキで、のび太機と言いまして、ヒタキのね、仲間なんですね。ヒタキたち、チビタキとかもね、ヒタキの仲間ですね。ヒタキ、水炊きぐらいしかね、知らないと思いますが、のび炊きという鳥がですね、この今、10月ぐらいに、コスモス畑でですね、コスモスに止まってるね、写真が撮れる可能性があると。前回青ゲラを撮った公園で出会ったね、おじさんに、この時期、あっこ行ったらのび炊き撮れますって、言うてね、教えていただいたので、いやもうこれはね、撮りに行かなあかんと。野鳥撮影ね、もうほんまに初心者さんの方とかは、そういうね、現地で出会う優しいおじさんと仲良くなって、情報を聞くという手もね、非常にありでございます。でですよ、でですよ、ちょうど今日ほんまね、もうコスモス畑もね、見頃なはずで、でかつめっちゃ晴れてるんで、これもう600ミリ持ってね、今日はね、またね、野鳥を撮影していきたいなと思います。ほんでですね、ちょっと新しい、ものを散在してしまいまして、こちらご覧ください。普段使ってるのがこの PGYTECH さんからね、ご提供いただいた、もうめちゃめちゃ結局これになってしまいました。使うやつこれ使ってるんですが、新しくこちら、でかいがこう見られる、でもそんな変わらん。シンクタンクフォトのエアポートアクセレレーターっていうバカデカカメラパックを散在いたしました。これ散在した、無言ツイートしただけで、ヨドバシの前で写真撮った写真が1200いいね超えて、頑張って撮った写真よりもいいね数を超えていくというね、非常にもうあるまじき事態でございます。皆さん落ち着いてください。でこれがですねこれパカリンポンしますと、なんとこの 600mmF4 がですね、ほんまにもうギリギリ収まるんですね。これ RF マウントのね、この 600mmF4、 ニコンよりもソニーよりもね、全長が長いんですが、ギリギリ、本当にギリギリ収まります。皆さんこれね、RF マウントのユーザーの方、ぜひご参考にしてくださいませ。これほんでこれを入れた状態でも、まだここにね、 R5 に 135mmF1.8 入れたシステムつけたまんまのやつと、この上にもマイク入れて、ほんでここには今撮ってる R5 に 135mmF1.8 のやつがね、こう縦に入ると。ほんでその他備品袋などもね、この辺の裏にもね、いっぱい入りますちゃんで、これでゆとびはちょっとこの10月末ぐらいからもね、信州にまずね、行こうとも思ってるんで、いっぱいまたね、飛行機でも取り回りたいなと思っております。ほんでまあとりあえず今日はですねこのカメラバッグに 600mm を入れて、ほんで他の機材も入れて、さっきから言ってたのび太機ちゃんをね、狙っていきたいなと思います。ちょうど今が渡りの時期なんで、夏前に来たのび太機がこの10月にまた飛んでいくと、それをコスモスと狙います。果たして取れるのか、ということで早速向かっていきましょう。はい、ということで到着いたしました。64も他の機材も全部入れた状態で助手席に置いとけるというのが画期的やわ。やっぱこれも大きいカバン、コスモスはもうめちゃめちゃ満開なんで、ちょっと早速セットしていきましょう。ではちょっとここに乗せていきます。せこれまず持ってドカーン。このレンズにボディをつける時のこの高揚感がいつもねすごいんですよ。本当にこの音を聞いといてください。音、この音ですよ。キンっていうこの音、今からいい時間を過ごせるんやなと思わせてくれるこの音、ロマンですね。ロマンですね。64の撮影は時間はかかるけども、この時間を楽しむんですよ。これを組み立てるだけでもね、本当に価値がある。200万円以上の価値がそこにあるんですよ。皆さん買わんと損です。これはい、照準器これつけて、とっさに喋る時用のマイクこれつけて、これで行きましょう。狙いに行きましょう。おるかな、ほんま頼むで。はい、ということでやってまいりました、コスモス畑。今ちょうど時間が12時47分なんで、まあ夕方ぐらいにはいっぱい出てきてくれへんかなと思いつつ、粘って今日は狙っていきたいなと思います。今日はコスモスメインじゃなくて、コスモス副大ののび太機メインで、ね、狙っていきます。でも撮れるか分かりませんが、今回の動画はほんまもうリアルタイムでリアルをお届けしますので、こういう感じで1枚の野鳥写真が撮られていくんだぞというところをね、皆さんぜひお楽しみくださいませ。撮れるかどうかまだ全く分からへんけども、でもまずちょっと一旦ぐるぐる回りながら、どこが一番近くで撮れそうかとか、うまく火が当たる角度とかをね探して決めていきたいなと思います。おそらくこのコスモス群の下の方にね入ってると思われます、のび太機さん。ここで出てきたら最高
高に綺麗な写真撮れると思うんやけども、だいたい30から40メートルぐらいの遠さにね入ったと思われますね。もうちょっと近く来てくれたらいいけどな。こんだけ晴れてるんでね、これで近く来てくれたらもう解像度もめちゃめちゃね、あの高いね綺麗な写真撮れそう。解像度パキパキ写真はね、あのどこまで近くでも撮れるかどうかもね非常に重要になってきますんで。いやまたちょっとこれは静かに街ですね、街。今日の野鳥撮影は街ですね。次のシーンはさすがにのび太きが映ってると思われますので、ぜひ皆さんのび太きの見た目とお楽しみにお待ちくださいませ。さあやっていきましょう。あ、飛んだ飛んだ飛んだ。めちゃくちゃ遠くに皆さん、のび太き発見したんですが、まだこのオレンジの棒の上にも止まってるな。あれがのび太きです。怒られるわ、こんな小さい映像。これ多分ね、今、500、600メートルぐらい先にいますね。あー、また飛んでいったな。飛んでいきましたね。あれがこっちに来てくれたらいいんですが。はい、ということで皆さん、捉えたんですが、めちゃめちゃ遠いな、これまた。だいぶやな、もう50メートルぐらいは遠い。さすがにこれ写真で撮ってもね、いい感じではならへんですが、とりあえず動画では捉えます。じゃあ、これがのび太きでございます、皆さん。おー、飛んでいきました。下に降りたぞ。おー、ここに。だいぶ遠いな、これ。いやー、いるけど、こっち側もまあまあ遠いな。今なんか食べましたね、皆さん。おー、かわいい、でも。だいたい13センチぐらいの、鳥でございます、皆さん。見た目はまあ、なんかね、あのジョウビタキのメスみたいな感じなんですけども、羽で羽ばたいたら白い斑点模様みたいなのがあって、そんなんとかで撮れたらもう最高なんやけども、まずまだまだ全然遠いな。いやでもとりあえずのび太きさん見れましたよ、これ人生初のび太き。お、こっち向いてくれとるやん。え、おー、かわいい。おー、いいやんか。今撮った方がいいね、絶対。ちょっとちょっと、あ、飛んだ。この辺のね、あの真ん中の道で虫とか食べてるんでしょうね。今からまたね、あの渡って行きはるんで、飛んで行きはるんで、引っ越ししはるんで、体力つけてはるんですね。ほら、なんか今食べましたね、これ虫。今流行りの昆虫食ですよ、これ皆さん。はい、ということで、ちょっとコスモス畑からは若干場所は違うんですが、めっちゃ近くで撮れております。ここ写真映えとかは全然せえへんけども、飛んでいった。あー、いっぱいいる。あ、いっぱいいる。こっちの方がなんか虫とかがいっぱいおるんかな、もしかしたら。おー、っていうか3羽おるやん、3羽。奥にも1羽おって、手前にも1羽おって、真ん中に1。仲いいな、家族でしょうか、カップルでしょうか。カップルやとしたらもう完全に、ね、修羅場でございますね。まあ一旦のび太きとはこういう鳥ということは見せれたので、あとはコスモス畑でちゃんとした写真を撮りたい。のび太きね、まあ、夏場4月ぐらいに来て、その夏の状態のオスはめっちゃね黒かったりするんですが、この夏終わって冬前に渡っていくときはもうそのオスのね、あの黒い色はもうなくなり、メスっぽい色になるんですね。なのでさっきのがちょっと若干遠かったんで、どれがオスかメスかちょっと今はっきり見れなかったんですが、まあ、とにかく、あれがのび太きですということですね。いやもうやっぱあかんわ。とにかくやっぱコスモス畑でね待機しましょう。4時か5時ぐらいがね一番いいと思うんですが、ちょっと長時間今日はもう頑張りましょう。待機。はい、ということで、もう今、3時半でございます。3時半、何時間おるんやろうかっていう感じですが、3時半、だいぶね、なんかちょっと活発になってきた感じがしてて、いい感じに撮れそうになってまいりました。これちょっと撮っときたいでございます。今からちょっと真剣にね、いい感じの写真が撮れるまで、粘っていきたいなと思います。粘りすぎやろ、今日の動画。はい、またさっきから、1時間弱ぐらい経ちましたが、この子めっちゃ YouTube に協力してくれておりますね。ありがとうございます、本当に。ちょうどね、いいところには止まってるんやけども、やっぱ若干遠くて、あとは周りのコスモスが若干こう少ないか。もう次のシーンは撮れてることを祈って、はい、ということでこんな感じの写真になりまして、シーンになってると思います。皆さん頑張って撮っていきます。ご期待ください。ということで撮っていきましょう。なかなか渋かったですね。ということでこんな感じの写真になりまして、現在時刻が5時6分でございます。5時6分まで撮っておりました。いやめちゃくちゃねあったけども、 OK であろうカットは2カット
ットですかね、2カット。まず今まあ出てる猫の写真なんですけども、これももう思いっきりトリミングしてて、元画像はこんな感じなんですが、まあ、15メートルぐらいの距離でしょうか。これがもう今日の猫で最短距離でした。最短距離かつめちゃくちゃ猫、ね、こういい、まだつぼみでこう咲き切ってない小さいコスモスにうまくこう止まってくれて、ほんで振り向き美人みたいな感じで撮れました。多分これオスやけども、現像でちょっとどこまでねこの写真がこう仕上げられてるか、かえって後々のちょっとユートビの頑張り次第でもあるかもしれませんが、でもまあいい写真になんとかなりそうですけどもね、これ。そしてもう一枚がですね、こんな感じの写真でございまして、多分これもオスやと思うんですけども、だいぶねこっちの写真の方がもう火がもう落ちてから撮ったので結構寒なってきてて、で鳥ってね、野鳥ってね、寒なってくるとこうね、あの体の中に空気を入れて、ほんで暖かくするんですよ。なのでこう丸くなるんですよ、冬の鳥って。でこうちょうどねこう丸くなってくれて、ほんで目にもねこうアイキャッチ白く入ってくれて、めちゃくちゃ可愛く撮れた。ほんでちょうどその上にこう大きいねコスモスが入ってくれたんで、なんか傘さしてるみたいになりましたね。これめっちゃ可愛いやん、もうめっちゃ可愛い。ほんまこれ撮れてよかったマジで。こっちの方がベストショットになるんかな、多分。伸びたき自体の表情がねこっちの方が可愛いんで、いやうまくなんかコスモスのピンク色のに優しい感じとうまく合わさって撮れてることを祈ります。いやかえってこれ現像がほんま楽しみですね、これ。ほんでね、あのもう一枚ね、あの飛んでる写真ね、あの今撮れてないボツなんですけども、いやこれがねもうちょっと明るい時間帯にさ、シャッタースピードをね速くして撮れてたらめっちゃ良かったんやけどな。惜しかったなこれ。ちょっとブレてもうた。これでシャッタースピードが800分の1秒、 F4 の ISO 1600まで上げてね、800分の1秒。もうライトルームの AI ノイズ除去頼って ISO 6400まで上げとったらワンチャン良かったのかもしれませんが、いやーまあちょっとね悔しい一枚ですねこれは。ということで、今回の動画は1本になってるのか非常に心配ですが、まあ野鳥撮影ってこんなもん、まあなんとか2枚撮れてよかったかなと思います。ということで、もう撮るものないので終わります。はい、ということで本日はこの時期にしか見れないのび太きとコスモスをね絡めた写真を撮りに行ってみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。いやー難かったね。難かったというか、やっぱねこう近くに来てくれないっていうのがやっぱり一番難しいところですね、この動物写真において。もちろんコスモス畑の中にはねずかずか入られへんし、ほんでこう向こうのび太きさんもこうなんか変なやつ来たで言うてね、あの警戒されてるし、ここのこう距離感のねうまい撮り方、怪しいものじゃないんですっていうのをねうまく伝えてあげることがね非常に、重要なんですね、野鳥撮影って。マジそれが一番重要やわ。正直もうその怪しいものじゃないですよっていうのが伝わって向こうから近づいてきてくれるかどうか次第なので、まあこう絶妙なねこう距離感を測りながらだんだんとこう仲良くなっていくと、友達作りの方法から皆さん学んでいきましょう。ほんで今日の動画、最後まで見ていただいた方本当にありがとうございます。なかなかねちょっと起承転結も特になければ、途中で見どころもなかったかもしれません。ただ難しいところやな、まあ、動物撮りに行きたいけどもこういう難しさがあるんですね。 YouTube 的な撮り高も難しい、でも行きたくなるので、たまにはちょっとこういう動画も、見ていただけると嬉しいです。なんとかちょっと見どころを増やせるように頑張ります。まあほんまにこれからがね野鳥のシーズンなんで、ゆうとびの、野鳥編動物編の動画もどんどんアップデートさせていきますので、何卒次の動画もおもんないなって思わずに見ていただけますと嬉しいでございます。よろしくお願いいたしますということで、もう喋ることないので帰りたいなと思います。果たして尺は、これで10分以上いってんのかな、そもそも。帰って編集じゃ帰って編集。皆さんぜひ何卒、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ゆうとびの今後の活動を応援くださいませ。目指せ15万人。さようなら、バイバーイ。